はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1018日目ですね。はい、現在2022年9月21日の午前6時55分なんですけども、今回はですね、ドリームキャラバンですね、あと1日と8時間ということで、まだ1日以上あるんですけども、累計の方ね、一応終わりました。現在名産品11周目に入ってまして、10周目のS ランク役所、これですね。はい、取りましたんでね、開封の方もしたいなと思います。はい、まあ、今回ドリームキャラバン、エナジー使ったエナジーは30エナジー使いまして、まあもうここからはね、ここからというかもう使わずに、あと、まあ、1日と8時間ありますんでね、もうちょっとまあ、名産品も生まれるかなということで、そうですね、キャラバンメダルも今2520なんでね、まあもうちょっと溜まったらまた回したいなとは思います。はい、そういう感じですね。まあ、契約書開封するんですけど、その前にですね、まず報告だけになってしまうんですけど、僕ね、このどれやったか、これですね、はい、プロスペースマンスリー感謝祭、もうこれやったんですけども、まあ、一応動画撮ったつもりやったんですけどね、なぜかちょっと撮れてませんでして、まあ、報告だけになるんですけども、S ランクはロッテの小島選手でした。で、あと全部 B ランクでしたね。はい、まあ一応やったんですけども、動画撮れてませんでしたね。報告だけになってしまいますけども、まあ、S ランク1枚ロッテの大島選手だけでした。はい、そういう感じです。で、あと最強決定戦ですね、オリックス限定リーグに挑んでるんですけども、最強決定戦の、まあ、2日目終わりのね、順位と、成績出てますんで、そちらの方さっきご覧いただきますね。はい、現在の順位こういう感じです。はい、現在256位ということで、2日目終わり256位、まあ、1日目終わりでね、29位とね、かなり上に行ってたんですけども、まあ、順調にちょっと下がってきまして、まあ、今回の目標ね、まあ、オリックス限定リーグ、まあ、正味、こう、S ランクのね、オール S ランク極みで出れるのが、今回初めてなんでね、まあ、一応、殿堂入りを500位以内をね、目標にしてるんですけども、まあ、その4範囲内で、今いますんでね、まあ、頑張ってくれてるかなと思います。はい。で、まあ、選手成績の方も、ざっとですけども、ご覧いただきますね。はい。打者ですと福田選手、打率3割6分1厘、すごいですね、頑張ってくれてますね。はい、まあ、ちょっとイチロー選手がね、2割3分2厘となかなか厳しいんですけどもね、まあ、このあたりね、ちょっと上がってきてくれたら、またもうちょっといい順位いけるかなという感じなんでね、頑張ってほしいですね。はい、あと、まあ、ホームランは吉田選手9本ですね。で、盗塁は福田選手11で、エラーはまあこういう感じですね。福田選手は4ですけども、まあ、一応セカンドなんでね、まあ、これぐらいだったら全然いいかなと思います。はい、で、あとは投手陣は、金子選手ですね。タイムスリップの金子選手、防御率 3.38、5勝ということですね。はい、あと、まあ、宮城選手、山本選手ですね。まあいい感じですね。はい、まあ、この向野木選手はね、ベンチ枠なんでね、まあまあいいかなと思いますね。はい、まあ、全体的にいい数字かなと思います。はい、まあ、2日目終わり40試合で30勝10敗、防御率 4.42、本塁打54、打率3割4厘ということで、まあ、2日目終わりで現在256位にいますんでね、まあ、なんとかこの辺りで頑張ってもらえればなと、最後までね、頑張ってもらえればなと思ってます。はい、そういう感じです。それでは、契約書開封します。S ラン契約書も開封するんですけど、ゴールド契約書も5枚いきます。はい、1枚2枚3枚4枚5枚ですね。はい、まあ、できれば A ランク以上、 S ランク来てほしいです。いきます、ゴールド契約書5枚お願いします。 S ランク来い。んー、いやー、渋いな。燃えろ赤まあまあ、はい、B ランクですね。はい、まあまあいいです。はい、ゴールド契約書5枚は全部 B ランクでしたね。はい、それでは、一番下これですね、ドリームキャラバン10周達成の報酬 S ランク契約書、これいきます。これはもうぜひね、オリックスの選手、シリーズ1でもね、全然いいんでね、むしろちょっとシリーズ1の方が欲しい選手多いんで、そちら来てほしいなと思います、オリックスの選手ね。はい、いきます、お願いします。オリックス来い。さあ来てくれオリックス。オリックスの選手来い。うーん、
山崎選手、横浜ですね。はい、いやー結構ね強い選手ですけども残念やな。まあまあまあ一緒ですね。はい、オリックスコズということで残念です。はい、まあ今回こんな感じですね。まあ最強決定戦の方もね、まあ、2日目終わりまして、まあ結構ね、思ってたよりもちょっと上の順位にいますんでね、まあなんとかここからね、まあなんとかそうですね、食らいついていってほしいなと思ってます。はい、まあ、ドリンクラバーもあと1日以上まだありますんでね、自然回復のみでやっていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。